皆さん、こんにちは。今回は、悲劇的な合併村が出てくるシード地を紹介します。このシード地は視聴者さんにご紹介いただきました。ご紹介いただき誠にありがとうございます。それでは、シード地を入力します。シード地はマイナス1、5、6、0、4、4、1、6、1、5、ワールド生成まで少々お待ちください。スポーン地点は山のふもとあたりです。左斜め前に例の合併村が見えます。また後でスポーン地点に戻ってくるので、印をつけておきます。それでは行ってみましょう。到着です。一つの村に一つの井戸とすると、井戸が2個あるので2村合併です。一見すると普通の合併村に見えます。左側の村には、土台が長い家が水の上にあって、情緒がある感じです。この合併村のどこが悲劇的なのでしょうか。勘のいい方はもうお気づきかもしれませんね。なんと、二つの村のうち一つは、ゾンビ村です。村人ゾンビがいらっしゃいます。ゾンビ村は、家のドアがなかったり、家に蜘蛛の巣がかかっていますね。片方の村だけ、ゾンビ村になってしまった悲劇的な合併村です。ちなみに、夜になるとどうなるのでしょうか。コマンドで夜にしてみます。夜にしました。咳を切ったように村人ゾンビが出てきました。やっぱり、夜になると多くの村人は家に入りますが、すぐ家の中に入れそうにもかかわらず、なかなか家に入らない村人もいるようです。村人ゾンビとの鬼ごっこを楽しんでいるのか、なかなかド M な村人です。また昼に戻しました。では、この合併村の鍛冶屋のチェストをチェックします。チェストの中身のネタバレにご注意ください。まずは普通の村からです。続いてゾンビ村の鍛冶屋です。では、おまけと言ってはあれですが、この近くにもう一個普通の村があります。一度スポーン地点に戻ります。スポーン地点に戻ったら、山を目指して進む感じです。ありました。この村もなかなか風情がある感じですね。面白いことに鍛冶屋が山の上にあります。では最後にこの村の鍛冶屋のチェストをチェックします。いかがでしたでしょうか。一つが普通の村、もう一つがゾンビ村という、悲劇的な合併村のシード地を紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。